みんな、明けましておめでとう。2014年、自転車会しての実況プレイ。最初の実況プレイはオヌカ買ってパート3。やってくぞみんな。明けまして本当におめでとう。まあ、収録してる時点ではまだ明けてないから、俺の明けましておめでとうに多分あんまり気持ちがこもってないと思うんだけど。間違えた、セーブし。まあ、いっか。みんなはもう気持ち今開けてるでしょ。で、前回ね、これだな。これを持っていこうということで、なんだっけ、陶芸クラブの意地を見せた相馬が、まあ、この、石で作った陶器。陶器じゃないな、石の時点で。まあ、なんかこの器に、こう、蜜を溜めて、見た目あんまり可愛くないけど、声が可愛いあいつらにこう、差し上げようと。そういう紳士的なちょっと、あれ?いなくなってるじゃん。あ、違うか。もう一個向こうか。あれ?やっぱいなくなってるよな。あ、いなくなってないわ。で、お前ら、持ってきてやったぞ。お前は何もないのに何をむしゃむしゃ食ってんだ?ほら。さあ、お食べ。担当食え。もう蜜置いた。こいつらが仲間になるのかな?いらねえな。お、一気だったな。お、なになになに?お、導いてくれんのもしかして。俺に?何かを言いたそうだけど、絶対何か言えないだろうな。まあまあ、気持ちが。俺らね、気持ちが通い合ってるから言葉なんかなくてもね、わかるよね。言いたいことは。え?何?何の話?頼むから襲ったりせずに。あー、そういうことね。お前らには愛着が湧いちゃったから頼むから俺を襲ってこないでよ、くれよってことか。頼んだぞ。お前らが元気そうになったのはいいけどさ。俺は特に元気になってないんだけど、どうすればいいのかなと。こっからなんか行けるとこあるか?あれ?お前何元通りの場所に戻ってんの?あ!なんかあるじゃん!抜け穴がある!恩を返してくれたのか?もうあいつは元の位置に戻ってるけどな。助けてよかったな。いやー、人助けは、情けは人のためならずってやつだな。まあ虫だけど。情けは、虫のためならず。お!今度こそこれトラップじゃないかな。あ、地蔵だ、地蔵。まあ、ここでセーブして、何が起こっても大丈夫な状態にして調べるか。さっき紐ゲットしたもんな。ああ、待って、選択肢の。あれ?またか。ロープいっぱいそんな、どうするもって。あれ?何これ?字が彫られてる。なんとかやめそうだ。時計回りに一回り、その後は反対回りに一回り。最後に正しく一回り?ああ。ああ、これか、ハンドルか。時計回りに一回りだよな。お前のさじ加減じゃん!一回りとかにしてくれよ、この普通に強くとかじゃなくてさ。じゃ、普通に、右に回したらお前はどれだけ回せんだ?うい。じゃ、普通にが、一回りとしよう。で、これで反時計回りにまた一回回すと。最後は正しく、じゃ、これ。よ。一回りってもしかして一周ってことじゃないのかな?少しだけ回すっていうのが一回りって意味なのか。で、最後に正しくだから思いっきり、こうガッと回すみたいな。どう?わかんねえよ、もう!もう知らねえぞ。ちょっと待って。普通に考えて、今あれでしょ、3個あるでしょ?これ3の何?こういうの、なんて言うんだっけ?順列?つまりあれでしょ?6C3 みたいな、なんかそういう系のやつでしょ ?6P3? P ってなんだ P って。P ちゃんか?もう知らんわ、そんな。つまり簡単、単純計算でこれ60通りあるってことだな。
違う、もっとある。6530120トンあるわ。もう勘弁してくれよ。120のパターンを全部やんなきゃダメなの、やだよそんなの。もうまあ、でも最初は右なんだよな多分。瓶の蓋開けるときとかって右に回すよね。あれ？じゃあ右が閉めんのか。じゃあ普通にまず時計回りにして、で反時計回りで元に戻して、最後瓶を開けるっていう、こうなんかあの過去の日常の知恵を利用して強く左に回す。無理だ、もう120通りやるしかねえ。じゃあこれでダメだったら攻略サイト見よう。でまた右に回したらいいんじゃないのこれ。Go to the correct site。みんな、もう許してくれ。もうわけわかんねえ。もうわけわかんねえよ。攻略サイト見に行ったんだけど、もうわけわかんねえ。これがね、まあ、あれ、誰かが忘れないように掘ったのか。ここにヒント書いてあったじゃん。なんか右に一回り、あ、じゃあ半時計回りに一回り、最後に正しく一回りって。これとプラス、なんかね、あの、攻略サイトには、抜け道入り口の岩のメッセージにもヒントがあるよみたいなの書いてあったから、この抜け道入り口の岩をね、もう、5分間、いや違う、俺9分も探索してるわ。9分かけてもうね、徹底的にこうやってね、いろんな角度からこうやって調べてたんだけど、これじゃねえな、こっちか。いろんな角度から調べてたんだけど、全然メッセージヒントが表示されないから、もうね、俺嫌われてるわ、このゲームに。もう、全然出てきてくんないんだもん、もう、本当に、もうやだよ。はぁ。次行こう。ああセーブさせてください兄さん。元気なくなるわ。元気がねえぞ。あれ何これ。あ、ちょっと待って、なんか今落ちてなかった。もうね、あらゆるものが怪しく見えてくんだよな。この石だけなんか色違くね。もう本当に全部怪しく見えてくるわ。もうなんかはぁ、あバグだな。うん。そういうことにしとこう。ああ、もういきなりなんか次もやばそうなもん出てくるじゃろう、これ。井戸にこんな L 字の木の棒とか刺さってるっけ？うわ、なんか出てきそうな感じの古い井戸だな。覗いても真っ暗だ。でも道があるとしたらこの中が一番怪しいよな。よく見ろ、お前。左下とか右に道あるぞ。よく見ろ、お前。問題はどうして確認するかだ。明かりがないのを思えば中に入るしかないわけだけど。あ、そんでロープ持ってきたのか、こいつ。ほうほうほう。強度もそれなりにあったし、何とか使えるはずだ。待って待って。俺に選択の余地を与えてくれ。ちょっと待って。勝手に組み立てるな。あ、そう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 。このまま降りても大丈夫だろうか。念には念を入れて、下に何か落として。おうほうほうほう。あれ、ロープもう一個余ってるけど。降りない降りない。わかった。もうなんかが落ちてんだろ。もうわかったよわかった。オッケー、もうとりあえず調べまくったらいいんだろ。もうこれだよこれ、石だ。マジでこれだった。この石、なかなかいい重さとフォルムだ。お前、石にフォルムを求めんなよ。こんな状況だ、使えるもんは岩でも使わないとな。だとしたらそこら中にお前の使えそうなもんは転がってるぞ。これ落とすってわけか。ちょっと待って、その前に右行っていい？いや、どうせ何もないんだろうな。あー、なんかもう迷いそうだし、やめよう。もうね、もう、最短ルートを進むしかない、これは。水があってもこの道ね。よし、
待て、まあ、そんな力強く投げる必要ないだろう。それでもしなんか化け物かなんかに当たって怒りを買ったら大変だぞ。撲殺岩だってもう確実に撲殺するための岩じゃん。あ、ほら、なんかいた、なんかいた。あ、でもこれであれか、撲殺したのかな。気持ち悪い。お前落としたっていうか完全にぶん投げてたけどな。原理はわからないけど岩壁が光ってるみたいだ。だから虫もお前虫がいる、虫がいる理由付けが適当すぎるだろ。さっきから岩壁が光ってるから虫がいんの。それと錆びた匂い地下、他にも虫がいるようだ、気をつけよう。こういうの虫微妙に動いてる。お前よくこんなもん近寄れるな。違う、あー気持ち悪い。もうやめろ、血が緑とか言うのはガメラしか思いつかねえわ。ガメラが京都駅を破壊して、なんか腕じゃないな、手を貫かれてたっけ、イリスに。お、なにこれ、この岩だけ質感が違うな。お前本当に岩マニアだな、坊ちゃんか。え、質感が違うだけかよ。いやー、そんなはずない。こいつが質感が違うっつってんだから、もう絶対なんかある。ちょっと待って、よく見たらマジで血が落ちてんな。これ赤い血ってことは人間の血じゃん。過去に誰かここに来たってことか。あ、登れるわ。ちょっとじゃあ右行ってみるか。セーブポイント欲しいな。あ、ごめん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 。もうさ、もうやり直してくる。あ、ああ、こっちに普通になんか行ける場所あるじゃん。あ、いたいた、誰だっけ、こいつ。お地蔵さんじゃなくて、道祖神様だ、道祖神様。もっと頻繁に出現してくれよ、道祖神様。あれ、この岩も質感違うんじゃない？やっぱりそうだよな。ちょっと待って、お前のお子さんさっき俺が助けたんだけど。なに？恩技で返すのか、お前。ちくしょう、もう絶対もう誰も信用しねえからな、お前。俺も人間不信に陥ったぞ、お前のせいで。人間不信じゃねえ、不信じゃないな、虫だな。虫不信だわ、虫不信。来いよ。鳴き声もなんかあんま可愛くなくなってるしさ。いやいや、早すぎんだろ、お前。ビジュアルに似つかない瞬速で歩いてくんなよ。もう、こっから俺、ノーカットでお送りするからね。ノーカットで。もう、これで逃げる。絶対に逃げる。絶対に逃げる。ほら、見ろ、お前引っかかってんじゃねえか、バカ野郎。俺も引っかかったわ。お、お、余裕じゃん。なんか、バケる。負けたわ。負けはしたが、うかうかしてらんないな。俺なんかいろんなものをスルーしてきてる気がするな。あ、じゃ、さっきの質感の違う岩はあれか。伏線か。伏線というかこう、促してたわけね。こいつ気をつけろよ、みたいな。この質感の違う岩気をつけろよ、自転車、みたいな。わかんねえわ、お前のその促し方。質感、石、岩の質感なんか普段気にしないもん。何ここ、光だ、ロープで上がれんじゃない。やつに気をつけろ。まあもうやめてくれ。どこも時間の問題だが、岩戸を閉めておく。岩戸の開け方は、あ、色の違う岩か。質感じゃなくて今度は色の違う岩か。誰かが生き延びると信じてこれを書き残す。ありがとう。お前の信じる信念のおかげで俺はなんとか生き延びれ、うん。色が違いわってことは多分調べなくても普通に見た目がもう色違うってことだよね。どんな気分かもしれない。色が違うわ。今なんかそう数ないけどな。こっちもいけないしね。人調べまくるか。数じゃ当たるだろ。待って、もしかしたらあれか。これじゃない？色の違うわ。
もうどれも同じに見える。多分あれから相馬にしか分かんないこう色の違いがあるんだろうな、今のは。ごめんごめん。あれ？ないぞ、色の。お？なにこれ？この岩だっけ、おかしいな。色も違うし、なんていうか、すり減ってる。え、ちょっとわかんない。他の岩と比べさせてほしかったな。え、壁？あ、右に行けるってこと？もうありとあらゆる岩を調べていかないとさ、どこになんかヒントが隠されてるかわかんないもんね、このゲーム。それであれか、岩ゲーか。あの、このゲームのね、ジャンルが岩ゲーってなってたんだよ。で、岩ゲーってなんだろうなって思ってたんだけど、岩ゲー以外の何者でもないな、これ。この地の寮では、主催とやらは一体何を思ってこんなことを。主催って誰？初登場なんだけど、主催。なんだろう。お、血にまみれた手紙。里の住人の書き置き。佐藤さが最近おかしいとは思っていた。だがここまで狂っているとは。やはりあのことが原因なんだろうか。何、親の不倫？だがあれは事故だ。そう納得したはずだ。ならば原因は他にあるのだろうか。うん、確か里の神社の年末清掃からおかしくなった気がする。あ、清掃中になんか見つけたの。何、母ちゃんが捨てた結婚指輪とか。そういえばあの神社には大層な代物があると、そう、ひいばあさんから聞いたことが。このゲームはさ、ひいおじいちゃんとかひいおばあちゃんから伝え聞くことが多いけど、そんなにひいおばあちゃんとかひいおじいちゃんから何か伝え聞く？俺多分喋ったことないけどな、ひいおばあちゃんとか。これ以上読めないな。でもやはり鍵はあの神社か。主催もそこに違いない。また神社に戻るの？主催が佐藤さとは、いや、考えてみれば管理していたんだから当然か。キコちゃんの準備が終わるまでにあの神社にたどり着かないと。よし、明確な目標ができたな。神社に戻るか。主催って初ワードだぞ、お前。なんかあたかも今まで主催とこう、主催のお話があったみたいに言ってるけど。いつからロープが垂れてた、これ。お前、いつの間にこれロープつ、多分これは、これどこに出てきたの、お前。お前すごいな。見知らぬ地に出てきても全く驚かないんだな。どうしよう、もうやめよっかな。とりあえずセーブしたし。なんか収録時間は35分40分ぐらいになってるけど、まあ、カットとか対応して20分ぐらいにはなんのかな。まあ、よくわかんないけど、とりあえずもう俺がね、この井戸の周りをうろついてるっていうことは、もうね、ゲームを進める気力がなくなったっていうことの証だから、多分ね、うん。今回はとりあえずここまでにしとくか。お前のそのリュックの中身何が入ってんだろうな。ということで、今回、オヌガ果てのパート3、ご視聴ありがとうございました。これは探索ゲーですね。ということで、次回もよかったらまた見てください。バイバーイ。